今日もあなたと百姓天国、本日は4月の18、木曜日ですか。はい、というわけで今日は曇りですね。雨が降りそうなんですけれども、さあ今日はね、夏野菜の葉物をちょっと植えたりとかしますね。で、昨日ね、ここにあのトンネル張ったんですけど、密閉トンネルだったんでね、上からちょっと穴開けようと思います。苗のね、上のところにこうやって穴を開けてね、行こうかという感じでございます。見えないな、センターにね。穴を開けるともったいないって思うかもしれませんけど、こっちだとね、三重県だとほとんどがあの穴開きトンネルの方が使いやすいので、うまく開かないな。あの実際にはね、密閉トンネルはほとんど使わないんですよ。なのでね、あの穴開けちゃっても全然いいという、そういう判断ですね。ほとんど密閉でやるっていうのはないかなって感じなんですよね。サイドはね、土寄せしてないのでね、多少これでもこう空気の流通は多少あるんですよね。あの土寄せをしてないのでね。なので、まあセンターに穴が開いておけば、雨が降ったらね、雨が入ればそれで OK っていう、そんな感じなんですけどもね。ここ空いてるところは全部マルチ麦で種まいてトラクター走らせればそれで OK ですので、そのマルチ麦の上にね、かぼちゃ塗りますんで。はい、さあそんなわけで何やるかと言いますと、分解マルチをね、去年ね、あの耐用熱マルチをね、刃物専用で二重にしてね、やろうという作戦に出まして、何言ってるか分かんないかもしれませんけど、ちょっとね、でもこの黒マルチの張り方が甘くてね、ちょいと飛ばされちゃいましたけどね。今日はここにね、あのこのカッターで買って、あの人参の耐用熱マルチと一緒でね、これをカッターで切って、そして、分解マルチをね貼って、そんでその上から空心菜とかを植え付けていこうかという予定でございます。ちょっとこの黒マルチがね、ちょっと難しかったですね。ちょっと飛ばされちゃったんでね、ちょっと草の管理が行き届かなくなりましたけど、まあやってみないとね、いろんなことは分かりませんから。取れない。まあ何でもそうですけどね、試行錯誤ということで。
はい。今日分解マルチをね1本貼っちゃいますね。分解マルチもね1本がね14,000円ぐらいかね、消費税入れてね。昔は6000円ですよね。正直あんまり気にしたことはなかったですけど、経費ねこれがですよ、これ分解マルチね、買えるうちですけども、これね、これね、分解マルチ買えるうち135センチで200メーター、これが昔が6800円ぐらいだったですよね。まあなので年間で何本使うかな、3、4本普通に使って、まあ2、3万ぐらいかなって感じで、別にどうってことは気にしたことはなかったんですけど、まあ普通のマルチよりの倍ぐらいの値段じゃないですか。これがね、だから今年今回買って、前はなんか去年1万2000円ぐらいだって、1万超えたなと思ったから、今回1万3000いくらですよね。日本農業システムでね、旗とね、何本か頼もうかなと思ったんですけど、とりあえず、他にマルチ注文あったんでね、なのでマルチだけで5万とか別にいいんですけど、経費なんでね。でちょっと待てということでね、とりあえず今回1本だけにして、 200m あるのでね、まあ何本か貼れるんですけど、他にあのトウモロコシ用の90センチのやつもあるので、そっちの方は1本いくらかな、それでも1本もう6000円超えてるもんね。そうで、この幅の広いやつを使いたいんでね、うちはね135センチ、これだと1本1万3000円ってことでしょ。すげえよね。まあだからね、こういろいろ考えてね、多少はちょっと経費のことも考えなきゃいけない。昔はねそんなの無視して、バンバンマルチごときでね、マルチを買うのをためらっていてはね、オーガニック農業できるわけないんで。いやー、皆さんどうですか、オーガニック農業、オーガニック専業の方、買えるうち。今のところね、分解マルチは私の場合はこれ一択なんですけど、サンプラックがほとんどあれ使い物にならないでしょ、ね、サンプラックはダメなんで、買えるうち一択なんですけどね。何か他のいいものが出てくればいいんでしょうけど、まあどっちにしてもでも高いよね。1本1万3000円ってかと思って、そうするとほら、例えばこれ奥行き40メートルぐらいでしょ、ってことはそれで1本貼るだけでも、それでマルチだけで3、4000円かかっちゃうってことですもんね。まいったねとやっぱり多少、やっぱりね、今後はもうそういう経費のことも多少は考えなきゃいけないかなというふうにね、やっぱりちょっと今年思いましたね。まあ、あのトンネル防虫ネット、あとこういうペグ類なんかもね、だいたい買い揃えて、昔と比べてね、本当に畑が本当に2ヘクタールちょっとなんで、だいたいもうこれで今年3年目、で来年4年目が入ってくるのでね、だいたいまあこれでだいたい揃ってきたんですけどね。もうこういう資材っていうのはね、あの永久に買い続けるわけじゃないので、最初の3年ぐらいでだーっと買っていけばね、もう防虫ネットなんかは多分これで買わなくてもいいかなって感じなんですけども。なのでね、まあ、 あの5年、早く大体5年、あと2年ぐらいすればね、もうほとんど経費は、まあ、こういうものでね、こういう消耗品、パオパオ、あとこのマルチぐらいで大体収まるのでね、そんなにもう心配することないんですけど。まあしかしね、だからどんどんこれからそういうこういうものって上がっていくわけですよね。あとまあ燃料代ね、ガソリン、どうも電気自動車がなんかあれじゃないですか、雲行き怪しくなってきてますよね。なんか最終的にはトヨタが勝つの知りませんけど、何電気自動車ってダメなんだってね、なんかテスラが一時の勢いがないとかいう感じで、結局乗ってるそこのねユーザーの、あのあれからすると、やっぱり冬がどうしてもね、あのバッテリーはやっぱり弱いみたいなことはね、まあよくわからないんですけどね、私は何だっていいんですけど。まあ少しずつだからね、あのオーガニック復興機とかもう
まあ軽トラはしょうがないですけどもね、トラクターを使わずにね農業やるっていうスタイルをできるだけ早くね確立したいなというふうに思います。こういう経費も含めてね、まあ本当に畑がね、こうなんていうんですかね、私ももう来年還暦なんですけど、こうなんていうの、いかにしてね、まあもちろん食べていかなきゃいけないんであれですけど、数字をね落とさずに、畑をどんどん狭くしていく、ね、畑を狭くしていく、でこうトラクターを使わない、ね、かかる経費をどん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 削っていく、ね、本当にこうシンプルな形で1日の労働時間もねどん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 こうやって減らしていってね、はい、まあ老後っていうと大げさですけどもね、まあ2ヘクタールぐらいを本当に半日でね全ての仕事が終わるぐらいな感じで、で残りの半日をね何か別の仕事をするなり何なり別のことをやるっていうようなね、2ヘクタールごときを軽くサクッと回すっていうね、そういう段階にもう入ってるような気がしててね、まあまあそんな感じで今ちょうどこちらに来てね農園は3年目に入るんですけども、そんな感じでね、特にオーガニック栽培でだとね手間がかかるっていうことはもうほとんど実際はなくてね、はい、私のやり方でやっていただければね2ヘクタールごときぐらいであれば本当にサクッと終わるとね、で数字的にもそんなに落ちないっていう形をね、はい、キープできればなというふうに今は思って、まあこれから3年目ね、来年4年目、みたいな感じでね、5年でだいたいねおそらくいけんじゃない、確立するかなと、もう少しねだからオーガニック復興期を頑張ろうかなという感じですけどもね、はい、でもこの辺もね、消費税がさらに 15% になったりして1本2万とかなってくるとね、もう分解マルチも使うのやめようかなって話になってきますよね、まあそれもちょっと今後考えますよね、はい、以上でした。くっちゃべっとらんで仕事しましょう。